よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ここからも安藤さんにお任せして、はい、はい、よろしくお願いいたします。お座りください。はい、こんばんは。はい、ありがとうございます。確かにボカロとかそういったものも音楽の世界ありますけど、じゃあそれだけになるかっていうと、人間の肉声がなくなるっていうことは当然僕もないと思いますし、それと同じようなことですかね。ただやっぱり AI がこれから肉声作っていくし、はい、僕はうちのかみさんに約束してるのは、はい、あれ30年ぐらい前に、いや結婚して割とすぐかな、はい、40年ぐらい前に彼女と約束したのは、はい、絶対にロボットにしてやるだ、だから一生歌ってるようにしてあげるよって、はい、声が出なくなっても40年前にですか。え、だって当時はまだもうシンセサイザーも当然ありましたけど、もう AI なんて言葉もないし、え、なんでそう思われたんですか、松尾さん。勘かな、だからそういうふうになるような勘ですかね。はい、でも車を選ぶ基準っていうのは松尾さん何ですか。いろんな車種もありますけど、これね、これは分かんないんですよね。分かんない、はい、自分でも分かんない、うん、じゃあ直感的な感じですか、これがいいっていう。今はもう車の仕事を40年近くやってるのかな、はい、だからなんかこう、もうこれをいいなって思ったらそれが自分に合うかもしれないって思うようにはなりましたけど、はい、それまではなんか単純にこれがかっこいいなとか、うんうんうん、名前がいいなとか、うん、そんな感じで。じゃあやっぱり直感に近いですかね。何か機能がどうのこうのとか、その自分のライフスタイルに合うからというよりは割と直感で買うという感じですか。まあそれでいいと僕は今はもう思ってますけど、うん、なんかこれがいい車だから買うっていう動機は必要ないような、なんか好きならそれでいい、うん、と思いますけどね。それはね、はい、時代が分かんないと分かんないんですよ。今の若い人たちに、はい、僕70今年2になりますけれど、はい、言っても信じられないと思うんだけど、うん、やっぱり僕が生まれた年くらいって戦後は終わってなかった感じなんですよね、うん、そうですね、今思うと、はい、だから車を持ってる人はすっごい少なかったし、うん、街を走ってる会社はだいたい駐留軍の払い下げのアメ車みたいな、はいはい、だからアメ車にみんな憧れたし、うん、はい、でその後のテレビ番組が、はい、今では信じられないけどゴールデンタイムがだいたいアメリカのホームドラマだったんです、はいはい、でそれがやっぱりすごい刷り込まれて、うん、今考えるとそこら辺で影響を受けて、まあ、車、うん、アメリカのホームドラマ大抵必ず車ありますから、家の前に、広いね、庭の前に、はい、ドライブ中にどんな音楽を聴くんでしょうかという。僕、はい、基本は聴かない。それはどうしてですか。どうしてですかね。なんか、はい、音楽聴くときは、はい、渋滞してなんか眠くなりそうなときとか、うん、なんかこう少し気分転換をしたいときだけですね。なぜだか自分でも分かんない。よくエグゾーストノートを聴きたいとかっていう方もいらっしゃいますけど。そうでもないですよ。あ、なんかこう集中できない、こっちに気を取られると、はい、なんかこう集中できないのが怖い。なるほど。ということで聞かないと、うん、基本